はい、どうもおはようございます。1717181です。現在私がいるのはね、こちら JR 柏駅の南口、そして、お隣にあるのが、東武野田線、アーバンパークラインの、柏駅南口ですね。今日はこれから、埼玉県のね、春日部岩槻方面に向かうんですけども、まあなんか動画を撮る価値がどのくらいか微妙ですけどもね、このアーバンパークラインの急行にまあちょっとこれから乗るのでまあその辺を適当にね映していきたいと思います。まあ今いるのは柏で、これから乗る急行はこの濃い赤駅で、ここの3駅だけを飛ばすところですかね。はい、ちなみに私が今日向かうのはこの八木先なので、まあ、春日部でね、後続の、確定に乗り換えるみたいなんですけどもね。今、これから乗るのは朝9時23分のやつですけども、まあ30分おきぐらいに乗ってあるんですかね。
行大仁池少し観察のための各駅に停まります次は梅里です。ということで、2日目ですね。こちらのスカイツリーライン、久喜行き。柏からね、急行運転区間があったんですけども、本当あっという間でした。そう、区間としても短いし、駅も通過するので、本当一瞬で終わってしまうと。そしてその後は単線区間で、野田市と愛宕ですか。そこいつの間にか高架化してたんですね。なんか最近だと思ったら今年の3月ということでね、それ以来全くこの区間乗っていなかったというのは意外だな。結構なんか春日部とか来てるイメージだけど、そうでもないのか。はい。で、このね、急行だと私が降りたい、次のここですね、八木崎、これは通過してしまうので、この3分後のね、当駅始発の、普通列車に乗り換えということですね。
の電車は大宮行きです。ということで、すぐ着きましたね、八木崎駅では、